増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。北朝鮮当局が南北共同連絡事務所を爆破しました。今回のこのニュース、先生どのようにご覧になっていらっしゃいますか？そうですね、6月確か16日ですか、南北連絡事務所、ケソン南北連絡事務所というか、これをですね、爆破したわけですね。まあ、この連絡事務所といいますと、これから南北朝鮮が統一するということで交渉をする場所でもあり、まあ、いわば南北統一の象徴的な建物ということになるんですが、まあ、これを爆破するという意味はですね、なかなかこの意味深いのがあると思いますね。まあ、考えなくちゃいけないことはですね、この北朝鮮の金正恩労働党委員長という方は大変なこの政治学の優等生と言ってもいいぐらいですね、非常にこう政治的なこの、まあ、戦略考え方、戦略、そしてまたこれを実行するですね、まあ、珍しい、私から言わせると珍しいほど優秀なですね、政治家なんですね。まあ、いい意味でも悪い意味でもですね、政治家というのはやはり裏のまたその裏を狙ってですね、この手を打ってくるという、そういう才能がないとですね、まあ、将棋は碁じゃありませんけども、そういった先を、何手も先を読んでですね、そして、これをタイムリーですね、時間というもののバリューをよく計算してですね、そして、まあ、北朝鮮の場合は、まあ、アメリカの動きとそういうことが、まあ、最大の関心になるわけですが、これを見ながらですね、この行動をとっていくとですね、まあ、今回 の南北連絡事務所の爆破というのはですね、単にこの南北北朝鮮の統一、これをですね、今交渉がずっと続いてきたわけですが、これをですね、ご破産にするというように、まあ、見えるわけですが、まあ、必ずしもそうではなくてですね、まあ、これは私の見方なんですが、やはりこのアメリカという方向を、まあ、アメリカを見てるわけですね。今アメリカで何が起きているか、つまりトランプ大統領がですね、どういう立場にあるか、そしてこれから先どうなっていくかと、こういうところをですね、見て、そして、まあ、トランプ大統領と金正恩の南北の会談で、一つの大きな目標はですね、朝鮮半島からの核核をですね、絶滅するということと、もう一つですね、やはり南北朝鮮の統一とこういうことも一つの大きな目標なわけです。その大きな目標であるこの南北連絡象徴的な建物爆破ということ、これはですね、トランプ大統領に対する一つの大きなメッセージなんですね。今トランプ大統領はどちらかというと苦戦をしているわけですね。トランプ大統領の敵というか戦っている相手は俗に分散の複合体と言いまして、戦後ずっとアメリカの政治経済、これをですね、まあ、従事してきた大きな勢力なんですね。まあ、これにトランプ大統領は抵抗しているわけなんですね。そしてこういう現勢力に対してですね、ある意味では善戦しているということはですね、これから先アメリカはこうならなければならないかという一つのですね、まあ、アメリカの将来を見据えた大きな勢力もあるわけです。つまり現在の権力にしがみつく
程度とですね、もうアメリカは新しいアメリカに変わらなきゃならないと、そうしなければアメリカの将来がないという、まあ、いわばまともといえばまともですが、時代の流れをですね、よく、それにですね、即応する、そのためにはですね、まあ、現勢力と戦わなきゃならないということで、まあ、その、まあ、なんていうんでしょうか、まあ、戦うのに最も適したですね、人物としてトランプ大統領が選ばれたと、まあ、こう考えると分かりやすいと思います。さて、今、トランプ大統領はですね、かなり苦戦してるんですね。まあ、いろんな、まあ、古い順から言うと女性問題がありましたし、その次はロシア疑惑がありましたし、またウクライナの、ね、大統領に対する自分の選挙のための特権乱用だとか、弾劾裁判の問題が出たりですね。次から次へ、また今度は司法長官をですね、まあ、罷免したのが違法だとかいうようなことで、ですね、またこれ、その裁判になるかもしれないというドラマ、そしてまた安全保障委員会のもう首席補佐官であったボルトンさん、私知ってる方なんですけども、このジョン・ボルトンさんがですね、暴露本を書いてですね、それがまあある意味ではトランプ大統領に、まあ、打撃だということもある、まあ、いろいろですね、トランプ大統領は今苦戦をしているわけなんですよ。で、今回のこの北朝鮮による連絡事務所、ヘソン連絡事務所の爆破はですね、どちらかというとトランプの敵である分散不法隊を支援した形になるんですよ。分散不法隊というのはもう南北がですね、統一されることはアメリカの軍事産業として好ましいことではなくて、やはり南北がその常に戦闘状態であり、アジアがですね、あらゆる意味で、この不安定ということがですね、アメリカの軍事産業にとっては非常に重要なことであって、今まで日本にですね、大量の、そして高価なアメリカの兵器、これを日本に売りつけるにあたってはですね、北朝鮮がある意味ではセールスマン的、まあ、立場になったということもあるわけですね。ですから今トランプが戦っている敵は分散不法隊で、今度のですね、このヘソンの連絡事務所爆破ということは南北のですね、関係が悪化することになったんですね。つまり統一に向かってトランプ大統領がまあいわば間に仲介役として入ってですね、そして南北の統一を図ろうということをやってきた、それをですね、その象徴的なこの連絡事務所を爆破したということはですね、この分散不法隊にとっては喜ばしいことなんですね。こういうふうにですね、トランプが弱めになってくるとですね、その敵を支援してですね、さてこれがですね、トランプにプラスになるのかマイナスになるのか、何事も表通りにできません。そういうふうにトランプがですね、苦境に陥るとこうかえってですね、国民はこのトランプを支持して、弱い者を反乱びいきという、これはもう世界的共通した心理がありました。そういう先の先まで読んでですね、きちっと手を打つのはこの金正恩というですね、まあ、私に言わせれば政治大学の優等生とこういうことが言えるわけですね。ですからまあ今回のこの連絡事務所爆破というのは、やはりアメリカの方に目を向けた一つの行為であるというふうに解釈すべきであるというふうに私は思っております。増田先生、ありがとうございます。